ミサコスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。突然ですが、飛び石空港からイスタンブールへ向かいます。ジョージアにいたんですけども、思いつきでトルコに行ってしまいました。飛行機に乗る数時間前にチケットを購入して早朝に飛び立ちます。それではレッツゴー。イスタンブールに到着です。今回の目的地はカッパドギアなので、そこまで行くんですけど、なんと私 SIM カードなくって6000円だ。現地で買おうとしたらなんと6000円しました。5日間の滞在で6000円は高いなということで、今回はいろんなところの Wi-Fi を駆使して過ごすことにします。朝7時40分ぐらいかな、イスタンブールからカッパドギアへ向かいました。今回はノマドニアの受講生と一緒に行きましたよ。着いたよ。わそしてカッパドギアなんですけど、空港から都心部がとにかく遠いので、基本的にタクシーを手配しておく必要があります。タクシーをですね、受講生の方が手配してくださって、これに乗って宿まで連れてってもらうことにしました。これは私たち専用じゃなくて、いろんな方が一緒に乗ってるって感じです。そして広大な大地、もう歴史ある建物、もうどこを見てもとにかく美しい風景でした。ホテルに到着です。今回はね、4人1部屋でみんなで寝ることにしました。ジョージアもそうでしたけど、やっぱり普通にね、ワンちゃんとか猫ちゃんがそこら辺にいるので、とっても癒されますね。ちょうどお昼前だったので、みんなでご飯を食べに行こうって話になりました。着いた。チェックインを済ませました。ご飯食べれるとこ探してたらね、とっても美味しそうなお菓子屋さんを見つけました。ここでトルコの伝統的なお菓子をたくさん試食させてもらいました。この女性がとにかく可愛い。でも何か食べたい、何かトライしたいものあったら言ってね、切るからって言ってくれました。ですが我々はね、今お腹が空いているから、先にご飯を食べて、ご飯の後にここに戻っていきたいと思います。これめちゃめちゃ美味しかったの。思わず日本語ごめん。すごい。こちらはトルコの猫ちゃん。さあ、ということでお昼ご飯です。カフェ&レストランということで、お肉をがっつりいただこうと思います。初めてのトルコ料理、まずは無事トルコに着いたことを乾杯します。シェクトルコ。よく見たらね、グラス全部バラバラなの。面白いよね。あ、なんか姫、もう乾いた体に流し込むビールがとにかく美味しかった。カモン。これ名前忘れちゃったな。パイをね、こうペロンってめくりたいのに、ちょっと全部外れちゃうっていうね、面白いエピソードもありつつ、もうとにかく暑いから気をつけてって言われましたけど、もう本当に美味しかったです。お肉とマッシュルーム、さらにこちらも注文しましたね。手で巻いて食べます。もう幸せ。旅行の醍醐味はうまい酒とうまい料理だろう。誰が何と言おうと、そうだ。食後に先ほどのお菓子のお店に戻りました。トルココーヒー作ってくれましたよ。なんか可愛くないですか、このマシンが。可愛い。焦げないようにするんだ。ね、香りが違う。いただきます。 Why can't you speak Japanese? I do some movies. I used to watch like Evangelion and
エヴァンゲリオン。あ、クリームが入ってる。ミルクなのかな。うん、ブラックもあると思う。いやー、コーヒーを堪能してホテルでちょっと休憩したらもうあっという間に夕食の時間です。本当に食べてばっかり。ジャポンです。ということでノマドニアの受講生もう一人と合流して、ね、みんなでご飯をいただきました。あ、壺からお肉出てきましたわ。ご飯やパスタもどれも美味しそう。いただきます。美しいね。これがまたね、美味しかった。うん、あれ、ラム、うん、臭みなぁ、入ってる感じが今のところだった。味わえないぐらい。かわいいよ。でもこれがチャイなのか。めちゃめちゃ美味しかった。